かドキドキしちゃいました。すげー。わあ、多分後で、あーすごい、三本だけ来てよかった。こんなすごいとこなんだ、さすが日本のね作戦。あーすげー、本当に三本ある。一本目は細いけど開いとんぱいっぽい。日本の。あとは入り口を探すだけだな。あそこバス停があるんだ。ああ、硫黄の匂いがする。あ、携帯と標高は2100付近です。色づき始めたくらいですかね。暗いが原が楽しみです。
ボロボロしてる、歩きづらい。よいしょ。2520ぐらいか。出身林限界おいで越えて最後のエコーラインかな。来ました来ました。まだ誰もいない。バスもまだ来てない時間なんで。ここじゃないな。道路だね。よかった、バスが来る前に来れた。それだけ。バスが7時50分ぐらいに到着するんで、それよりは早く山頂に向かいたかった。それは達成。あ、飛行機だ。見えましたよ、乗鞍。行きますぜ。頂上小屋。うん。あ、うん、あ、あと、コースタイムで50分。私の足で30分。約。よし、剣ヶ峰行きます。あと100切りました。やりと。ああ、笠ヶ岳も見えんな。あれ、水晶だな、一番奥。すげえ。あともうちょい。富士山に似てんなぁ、ここは。門限行け。よし。山頂がようやく見えてきました。行きますか。
すごい人のすれ違い、バスが到着、始発の到着で、バス何台来たんだろう、すごい人、今ここまでも随分の人とすれ違いました。よし、もうちょいだ。あ、何人がいなかったのに。お待たせいたしました。出発になります。シートベルトのご着用だけご協力お願いします。